ネギ油餅とは、小麦粉で作った生地に油を塗り、ネギの再編を具として巻き込んで焼いた餅。上海が起源であり、台湾料理など、他の地域でも食べられており、類似したものは、ZH、基礎餅などとも呼ばれている。屋台の商品として売られていることが多い。作り方は、まず、小麦粉を塗る眉、または、水で練って、生地を作り、綿棒で薄く広げる。ついで、 生地に塩を振って味付けし、油を塗って、みじん切りにしたネギを散らす。端から生地を巻き、細い棒状になるようにする。棒状になった生地を、油がこぼれないよう両端を止めてから、ひねりながら、棒の縦方向に潰し、さらに綿棒で、円盤状に伸ばす。あるいは、棒状の生地を渦巻き状に巻いて円盤にしてから、綿棒で伸ばす方法もある。最後に、円盤状になった生地を、 熱した鉄板やフライパンで焦げ目がつくように焼く。屋台では焼き上がったネギ油餅に放射状に切り込みを入れて三角形に切り分けて強することが多い。生地に油を塗ってから巻いたりひねったりすることで薄い層が重なったパイのような構造になる。これにより発酵させない生地であっても焼いても硬くなりすぎないで済む。 もっとも生地に酵母を加えて発酵させる作り方もあり、その場合は焼き餅の一種とも言える。なお、ネギ油餅はピザの起源であるという俗説がある。中国を訪れたマルコ・ポーロがイタリアに帰国後にネギ油餅の再現をしようとし、できたのがピザだったと称する。もっともピザの歴史はマルコ・ポーロが放中した13世紀よりも古いと考えられ、 実際には両者は無関係である。ありがとうございます。